はい、お近づきに。推薦組同士、頑張ろうぜ。乾杯。五竜はなんで新大陸に向かうんだろうな。あんたは新大陸に五竜の秘密があると思う？調査が始まって40年ぐらい経つんだとさ。ギルドは俺たち5機団の派遣で五竜あたりの謎が解明されるのを期待してるらしいぜ。そういえば推薦組って2人1組が原則らしいよ。あなたパートナーとはもう会った？わかりますか？さっき突然波の音が変わったんですよね。陸が近いからかな。あなた推薦組でしょ。よろしく。さっきの話ちょっとだけ聞こえたんです。はじめまして。何を隠そう、私も。見てください、私たちの船が。いけない、このままでは。ここにいると危険です。こちらに。急いで。
走って勢いをジャンプして飛び移るんです。誰かが作ったキャンプですね。テントに地図の一部がありました。私たちがいるのはこの辺りですね。ここが調査拠点、私たちの船が到着する予定だった場所です。今はとにかくこの調査拠点を目指しましょう。地図を頼りに進んでみましょう。あれが調査拠点です。一緒に行きましょう。地図によると拠点に行く道は、新大陸のアプトノスも向こうと変わらずおとなしいんですね。回り込んで進むしかないのかな。なんだろう、シルベムシが群がっています。変わった植物がありますね。こっちにも。来てください。こっちから拠点に行けそうです。さっきシルベムシに私の匂いを覚えさせておいたんです。もし私を見失ってもシルベムシを追いかければ大丈夫。このツタをかき分けて進みましょう。
武器もないのに戦ってはいけません。隠れないと。こちらに急いで、早く身を隠してください。早く身を隠してください。静かに。もう大丈夫ですね。今のうちに。行きましょう。これは痕跡。向こうにもありますね。するぞ。あっ、ほらよっと、こっちだ。急げ。行きましょう。行け。行け。いいだろう。天然の門構えをくぐったその先、ここが調査団の拠点、アステラだ。調査拠点、アステラ。5機団は全員到着している。お前たちが最後だ。これで手当てする。大丈夫よ。おい、あんたたち。ちょっとごめんなさい。無事だったのね。大変だったな。あんたたちが見当たんなかったからヒヤヒヤしたんだ。よかった。探しに行こうかって話してたのよ。なんてことなかったです。おい、手伝ってくれ。ほら。あ、じゃあ後でな。ここが流通エリア。俺たちはそう呼んでいる。人も物もこんなに。すごいだろう。調査するハンター、研究する学者、それを支える技術者、
あらゆる人と物がここに集まるんだ。まさに調査団の中枢地さ。ちょっと待ってろよ。じいちゃん、連れてきたぞ。ようこそ。そうそう。では後に。じゃあ一通り案内するよ。ついでにお供を探そう。ここは物資補給所だ。必要なアイテムを揃えられる。欲しいものがあったらここに来たらいいですね。次は加工屋だ。行こう。こっちだ。調査団の派遣はお前たちで5回目なんだろ。俺のじいちゃんは一騎団だ。一騎団はすげえ昔に来たらしい。俺か？俺は何騎団でもないよ。ここの生まれだからな。加工屋はここだ。武器や防具を作るところさ。覚えとけよ。加工屋、入ってみてもいいですか？熱気がすごいですね。次は食事場だな。行こう。はい。ここだ。こっちだ。ここが食事場さ。あ、あそこに。おーい。よく頑張ったね。作戦会議の時間だな。行くか。はい。一同揃っているな。これより海を渡るゾラマグダラウスを船で追い、ついに五騎団が新大陸に到着した。大きな戦力だ。この長きにわたる調査の決着が期待できる。ひとまず代表として彼らに出席してもらった。五騎団の者です。よろしくお願いします。ここにいるのは調査団の要の連中だ。よく覚えておいてくれ。よろしくね。本題に入ろう。今回渡りを行ったのはゾラマグダラウス。火の山を背に負う巨大な古竜だ。我々調査団最大の目的はこの古竜渡りの解明にある。およそ10年に一度新大陸目指して海を渡る古竜たち。道すがらの生態系を変え、地形を変え、時には遥か古来より
古竜とは。奴らが一体何のために新大陸に渡り来るのか、今こそ解明しよう。やりましょう。ああ、や、今後しばらくだが、ハンターたちは小型モンスターの調査と調査拠点の安全確保を頼む。まずはジャグラスの生息域調査だな。状況によっては討伐も検討してくれ。はい、頑張ります。他の南名はいつも通りだ。ハンターたちを手厚く補佐してやってくれ。腕が鳴るぜ。ご機団はこちらのやり方になれるのを第一の目標に。しばらくは指南役を頼るといいだろう。だとさ、一緒に行こう。期待しているよ。その旗印と同じく調査団の追い風となってくれることを。以上、解散。ああ、こっちだ。二等マイハウスに行こう。武器を装備するんだ。そのアイテムボックスに装備がある。好きな武器を装備しよう。行くか。準備できたら食事場に。クエストを用意して待ってます。トレーニングエリアで武器の練習ができる。ルームサービスに話しかけてみな。
よし、狩りの基本を教えるぞ。武器を構えてみろ。太刀は鋭い攻撃が得意な近接武器だ。錬気がたまれば鬼神斬りを繰り出せるぞ。武器の切れ味が落ちたようだな。隙を見つけて砥石を使うんだ。スリンガーに弾が装填されていません。近くに利用できるものはありませんか？これはスリンガーの弾に使えそうだな。離れた場所に撃つことができるぞ。俺たちが行うべき様々な調査内容は編纂者がまとめているんだ。まとめたものはクエストと呼ばれている。おーい、こっちだ。いいか、
それがハンターだ。調和を目指せ。待ってました。うむうむ。さあ行きましょう。新大陸へ。初仕事ですね。それではクエストのルールを説明します。ルールその1、目的達成でクエストクリア。クエストには目的が設定されています。今回はジャグラスを指定数討伐する。地図を見てみましょうか。ジャグラスとは調査拠点に向かう途中であったあの小型モンスターです。確かこの場所でしたね。行ってみませんか。ルールその2、支給品とは調査団から先輩のそばの箱に入っていますね。
必要なものをよく考えて持っていきましょうか。うんうん、相棒。行くか。行くか。ああ。気をつけろよ。攻撃するときは武器を構えろよ。脳刀時と抜刀時ではできることが変わる。何かを調べたりアイテムを使ったりするときは武器をしまうのが基本だ。採取物やモンスターの位置は私が生態マップに書き込んでおきます。蜂蜜があるな。これがあれば回復薬グレートを調合できるぞ。こっちだ。生態マップでは現在の位置やガイド先、モンスターなどを確認することができます。こっちだ。目的のジャグラスです。さあお前一人の力でやってみろ。でないとこの先生き残れない。グラスが逃げたな。追うぞ。モンスターの素材を集めておけよ。加工屋で必要になるからな。
おっと、あるものはすべて使える。報告するぜ。よし、相棒、二騎団の親方さんが呼んでました。加工屋に行ってみませんか？待っとるで。お疲れ様です。それではまた。ご機嫌。さあ決めるぜ。
よろしく。来ましたね、相棒。あ、クエストはクエストボードからも受注ができますよ。私がまとめているものと同じ内容なので安心して受注してください。